ワールドスクバンタム級チャンピオンでございます。神の翼選手より皆様に一言ご挨拶がございます。会場会場会場、ブラザーウッドの神野です。ちょっと先月にちょっと手を骨折してちょっと1年ぐらいはもう試合できないんで、ベルトをちょっと返上します。ナイス会長、以上です。けじめやな。ということで、神野選手ちょっと怪我のため、試合ができないということで、バンタム級のベルト、ここで返上します。よし。怪我で返上ということなので、挑戦権は持ったまま、また、いつなるか分かりませんけど、怪我が治ったら、帰ってきて、新しいチャンピオンに挑戦してください。聞いた通り、魔族バンタム級チャンピオン、ベルトを帰ってきますので、ちょっとまだ考えて、あんまりちゃんと最後まで考えていませんけども、バンタム級ベルトに挑戦したい人を募集しようかなと思っていますので、これからワールドプレーバンタム級の試合があるのは全てが査定試合だと思ってください。以上、では最後に何か一言、はい、また戻ってくるようにもっと練習して怪我も治してまたこのリングに上がれるようにします。ありがとうございました。